佐々木菊次は、日本の内務官僚、実地官僚、政治家、秋田県知事を務めた。1921年、秋田県小坂町に生まれる。秋田県第三中学校、東北帝国大学法文学部法学科を卒業。1946年3月内閣、戦争調査会事務局、同年東京都経済局、1948年、 秋田県総務部地方課長、1950年4月地方、財政委員会事務局税務部、1955年、大阪府総務部庶務課長、1959年自治省、財政局公営企業課長、1965年10月自治省、税務局財務課長、1966年7月、徳島県副知事、1971年9月自治省、 税務局長等を歴任。1973年11月に消防庁長官に就任。長官就任直後の同年11月29日に対応デパート火災が発生。この事案の処理などに当たっている。1976年、小畑雄二郎秋田県知事によって副知事に起用される。1979年の道県知事選挙に出馬し、初当選。 以後5期17年を務めた。在任中は、大王聖主の秋田甲信室をはじめ、秋田新幹線、秋田自動車道、大竹の城空港の建設を推進、県内の高速交通体系の整備を進めた。また、入用事業の無料化対象を拡大するなど、福祉の充実にも尽力した。さらに秋田朝日放送の開局にも力を注いだ。一方で、 1985年には大型村での自由前の運搬を取り締まる検問を秋田県と秋田県警察などが共同で実施し食料管理法違反で農業従事者を告発したことで反響を呼んだ。また1987年には秋田伊佐尾信奉者からの圧力で岩木町に位置した同社会長が理事長及び運営会社社長を務めていた。 いわきカントリークラブのコース回収や補修工事に対して地産を名目に検品を支出していたことが明らかになり、住民監査請求を出され、県監査委員が工事の一部を不当な支出と認定した。これを受け、秋田県議会で陳謝し、関係者を処分している。またこの事態によって、秋田伊佐信奉者は、会長、社長、編集局長ら会社幹部が辞任した。 ご戦後の1995年、県職員による食料費や旅費などで40億円を超す公費を乱用していたことが明らかになり、1997年の秋田新幹線開業後に任期途中で隕石辞任した。食料費問題では1996年4月から24ヶ月間、10分の7減給とされていたが、退任直前の1997年1月に、 県がこの処分を取り消した。このため退職金の額が取り消さなかった場合の約6995万円から約2億3317万に大きく増加し、一部の県民から否定的な意見も出た。2008年5月6日、東京都内の病院で前立腺がんの試し去。86歳没。計画は頓挫し、二千年に進出断念を表明。 1990年に地産グループが買収し、地産カントリークラブは北となる。しかし、2002年8月に地産が経営破綻したためローンスター参加となる。その後、大阪のバインランド参加となり、名称を秋田プレステージゴルフクラブと解消した。だが、客離れなどから2014年11月30日をもって閉鎖された。ありがとうございます。